to my body. Welcome to my body. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, oh. Welcome to my body. Welcome to my body. Whoa, oh, oh. 今夜も始まりましたマリンカフェ。今回のゲストはリオさんです。こんばんは。お願いします。高校1年生の時からライブをやってるってことだったんですけど、もうそれはいつから作詞作曲を始めたんだろうって。曲作り始めたのは中1、2くらい。そうなんだ。どういうタイミングで作ろうって。なんか本当に最初はその好きなアーティストの曲をなんか真似してみたいな、コード進行全く一緒でメロディーちょっと変えてみたいな感じで、はいはい、なんか遊びみたいな感じでやってて、だんだん歌詞も書いてみたいな。定期的にライブをじゃんじゃん始めるようになったのは、高2ぐらいですね。それでも高1でやって、もう高2で定期的に。そうですね。あのいろんなカバーも最初はやっててってことだったんですけど、はい、どんなアーティストさんが好きだったんですか？一番初めに影響を受けたのはユイです。あ、それはやっぱりギター女子としてキラキラしてるよね。そうですね。なんかイメージがね、全然失礼とかじゃないけどすごいなんか違うのかなと思ったんですけど、他にも好きなアーティストさんとかもいたりします？バンドがめっちゃ好きで、うん、ザ・ピンボールズっていうバンドが一番好きです。全然ジャンル違うんですけど、うんうんうん、今一番影響を受けてます。やっぱりそれはじゃやっぱり自分が曲を作る時とかにもすごくそういう面でなんか こういうかっこいい感じになりたいみたいな、うん、インスピレーション、曲調というよりなんかその歌詞の中身とか、うんうん、世界観だったり、うん、先月CDをリリースしたみたいで、はい、おめでとうございます。今日歌った曲も CD に入ってるってことだったんですけど、はい、どんな感じで CD を作ったんですか？今回結構いろんな曲が入ってて、弾き語りの曲だったり、うん、バンドの曲だったり、うん、ピアノの曲だったり、いろいろなんか初めて入れてるんですけど、うんうん、今日みたいな曲もあればポップな感じの明るい感じの曲もあり、その1枚の CD でリオちゃんのことがいろいろ知れるわけですね。そうですぜひ皆さん、手に取って見てみてください。お願いします。今ね、いろんなライブも決まってると思うんですけど、はい、このライブは注目してほしいっていうライブあったりしますか？10月の27日に花崗岩の春間カフェっていうところでレコ発ワンマンライブをやるので。ワンマンライブ、はい、おめでとうございます。そっかそっか。その日は弾き語り？その日は弾き語りです。そうなんですね。そのチケットはどこで買えるのかな？は、私のライブ会場でしか買えないですね、はい、手売りはそうですね、うんうんうん、ということなので、ぜひ皆さんリオさんのことを検索してお取り置きもね、それでできるのでね、はい、ぜひチェックして、ライブ会場にも足を運んでみて、チケットもぜひゲットしてもらいたいなと思います。というわけで、今夜も盛り上がりました。マリンカフェ、またおさらばしたいと思います。またぜひお楽しみにしていただきたいと思います。というわけで、今夜のゲストはリオちゃんでした。ありがとうございました。バイバーイ。
くの